ルナ21号は1973年1月8日に打ち上げられたソビエト連邦の月探査機。ルナ計画の一機体として月に着陸し4ヶ月以上にわたって無人月面車ルノホート2号で月面を探査した。ルナ21号は1970年に打ち上げられたルナ17号の同系機で高架ステージと月面車の2つのモジュールから構成されていた。 降下ステージは探査機を月面に着陸させる役割を持ち、4本の足と2種類の逆噴射ロケットを装備していた。月面車はルノフォート2号と命名され、月面を移動しながら観測を行った。その本体は鉢のような形をした余圧容器だった。基本設計はルナ17号に搭載されたルノフォート1号から引き継がれたが、 若干の改良が加えられていた。観測機器としては、複数のカメラ、月面の機械的性質を調査する装置、太陽からの X 線を観測する装置、高度計、磁力計、放射計、測距のため地上からのレーザーを検出、反射するコーナーキューブ装置が装備されていた。車体上部に取り付けられたカメラからは、一定間隔で映像が送信され、 走行ルートの選択の参考にされた。移動速度は時速 1km と時速 2km の2種類から選択する方式が取られた。ルノホートには8つの車輪があったが、車輪はそれぞれ独立したモーターから動力を供給されており、車輪の一部に問題が起きても駆動系全体に致命的な影響が広がらないように工夫されていた。車体の上部には、 太陽電池パネルが装備され、太陽光による発電を行った。夜間は発電が行えないが、内部に搭載した放射性元素ポロニウムの崩壊熱によって予圧された探査機内部の温度を保つことができた。1973年1月8日、ルナ21号はバイコヌール宇宙基地からプロトンドケットで打ち上げられた。探査機は一旦地球を周回する。 パーキング軌道に投入された後に月へ向かった。飛行は順調に進み、1月12日には高度 190km の月周回軌道に投入された。続いて13から14日にかけて行われた軌道修正によって近辺高度が 16km まで下げられた。1月15日、ルナ21号は逆噴射によりつき周回軌道を離脱し、月面へ向けて、 降下を開始した。探査機は自由落下の後高度750メートルで逆噴射を開始した。月面まで22メートルに迫ったところで、サブのエンジンに切り替え減速を続けた。高度1.5メートルでエンジンを停止し、最後は自由落下によって着陸した。着陸地点は、ルモニエという名前のクレーターの内部だった。ルノホート2号はまず周辺の写真を撮影し、次に、 月面へ降りた。最初に着陸地点の周辺の観測が行われ、それから他の場所へ移動した。バッテリーが不足すると太陽電池パネルを開き充電を行った。2週間ほど続く月の夜の間は活動を停止し、ポロニウムによって内部を保温した。6月4日、ルナ21号の計画の終了が公式に発表された。期間中に ルノホート2号は3 7トルを走行し、8万枚の写真と86枚のパノラマ写真を撮影した。搭載されていた反射鏡は活動停止前に地球に向けられ、その後もレーザーによる即興に活用された。ありがとうございます。